葬りはいけませぬ。障子丸よ、よいか。身内の結束弱き家は内から腐り果てていくもの。戦国の世では滅ぶ定めにある。殿、医師を呼んで。構わぬ。兄幸千代丸を助けよ。決して仲違いすることなく共に毛利家を盛り立てよ。心得ました、父上。元就の父広元が世を去った永正三年、中国地方は西の大内氏と東の雨具氏の二大勢力によって支配されていた。毛利家はその狭間にあり、大内義興に組みしていた。幸千代丸は義興より一時拝領し、沖本と名乗り、将軍義胤を奉じて上洛に乗り出した義興に従軍、各地を転戦した。同時に義興は自分が不在中の紛争を鎮武するべく武田元重を帰国させ後方の備えとした。だが武田元重はすでに雨子方の調略を受けており、所領拡大の機会を虎視眈々と狙っていた。そんな折沖本が病に倒れた。元服を迎え名を元就と改めた障子丸は時に20歳、いまだ戦場を知らぬ若者であった。中でお待ちくださればお連れいたしましたのに。我が妻となってくれる女子に対してそれでは失礼であろう。とは申せ、何も殿御自ら城外までお出迎えなど。よう参られた。お待ちしていた。わざわざのお出迎え嬉しいですわ。まあまあ。一本一本の矢はお前たち一人一人じゃ。そして矢を折ろうとする力は毛利が敵じゃ。もしお前たちが孤立していれば一人一人攻め滅ぼされ、たやすく国は滅びよう。元春では。だが三人が結束すればその守りは固く攻め滅ぼされることはない。既に水の手を切られ、城兵は渇きに苦しんでおる様子。城の倒壊も激しく、もってあと5日、役所は時間の問題かと。父上、もはや村上水軍の到着を待ってはおられません。宮尾城が落ちればこの戦の幕は決まったも同じ。何よりも宮尾の兵を見殺しにはできません。水軍の不足はこの際確かとありません。この戦、ことはない。沖
は一人出陣。元就は腹黒い謀略家と聞かされておりまする。くれぐれもご油断めされますな。案ずるな、謀略では私は殺せぬ。それに父の形見則光が私にはある。その刀いつかは抜けましょうか。時が来れば抜けることもあろう。ではな、刻限も迫っている。発射でな。はっ、ご分を。いよいよか。願わくば我に七難八苦を与えたまえ。福原貞俊、淵番道義両名、戸田城への入城を終えたとのこと。そうか。西国制覇までの道のり、思い返せばよくここまで来られたものよ。早くに父と兄に死なれ、西の大内、東の天子の狭間に放り出された時には生きた心地がせなんだわ。それが今こうしてここにいる。多くの犠牲を払い、西国の覇者として。おお、こちらでございましたか。何事じゃ。降伏者の見聞を済ませたのですが、あの者の姿が見当たりませぬ。あの者。山中鹿之助でござる。何。三師の教え覚えておるか。もちろん、私も亡き父から聞き及んでおります。それでこそじゃ。三師の教えは三家をもって初めて成り立つもの。輝本よ、吉川小早川の両線なくして毛利の繁栄はありえぬ。もちろん心得ております。元春高影、輝本のことよろしく頼む。お任せくだされ。神明をとして使える所存。毛利家のことしかと頼んだぞ。Thank you.
確かに見聞つかまつった。殿、お耳に入れたきことが。なんと、それがまことであれば。